はい、どうも、こんにちは。はい、ということで、ちょっと前からやりたかったコーチング動画を撮っていきます。なんだっけ、自分の視点のあの解説動画と同じ感じで、前半6レースと後半6レースを分けて撮っていきます。はい、ということで、初回の動画提供してくださった方、ありがとうございます。ということで、ありがとう。提供してくださったというか、まあ、募集したんだよな。募集して、マシュマロで募集して、これ開いてるんで、まあ、送ってくれた方、ありがとうございます。まあ、サファイア隊で、ということで、はい。やっていきます。視点見てほしいって方は、概要欄にマシュマロ貼っておくんで、まあ、でもまあ、ツイッターの、DM でもいいや。僕のツイッターの DM でもいいので送っていただけると助かります。で、送るときは、MMR と、まあ、アーカイブか動画のその見てほしいところからのその時間を書いてもらうのと、あと、できればでいいんですけど、できれば、なんだっけ。もうその人のその立ち回りっていうのを崩したくないから、なんていうの？前張りなのか、打開なのか、運搬なのか、とかね、そう、はたまた注意張って耐えるみたいな、そういう立ち回りなのかっていうのをね、崩したくはないから、その大まかな大体な、その立ち回りっていうのをね、できればレースごとに送っていただきたいなと。まあ、12レース分。それをもとに、まあ、細かいところをコーチングできたらなと思っていますと。はい。ということで、やっていきまーす。イーストで1レース目です。まあちょっと そのレースのあれはね、どういうまず立ち回りをしたいのかっていうのをレースごとにこれ送ってもらってないから、まあ、初回なんでね、まあ、ちょっと軽く触れる程度で見て喋っていきたいと思います。まあだからちょっと、うまく説明できないところもあるかもしれない。まあこれ一旦前か。一旦前ですね、これね。多分ね。まあでもこういう位置はね、僕得意だから任せてくださいって感じで。これは、もう後ろいいですよ。まあ、こういう時は、まあいいか、とりあえず見るか。ここで喋ってもね、何も起きねえから。コインがあるからいいね、これはね。まあいいですね、相手もね。まあ逆だったらもうちょっと強かったねっていう感じで。こうなるとね、きついよなーね。一回被弾しちゃうとね。リカバリーして。なるほど、なるほど。あれですね、コーチング、喋りたいことはね、まあ、レース終わってから喋ろうと思いますと。これはまあまあ悪くないんじゃないですか。裏が加速だったらもうちょっと強かった。まあ出方は悪くないな。まあちょっと流し、これ見てるところはね、何も喋ってないから、飛ばしたい人は飛ばしてください。はい。はい、じゃあ喋ります。うい。ってことで、まずここなんですけど、まあ、このね、まあ、1の2以降の、この、まあ、ついていくときの立ち回りとして、僕個人としての意見なんですけど、これどうなんだろうな、後ろの状況があんま、1個後ろの状況が分かってないから、ちょっと何とも言えないんだけど、できれば、ここは5割ダブルでいきたい。
ていう、まあ、ここバグボー、ちょっとバグボーっていうのもあって、これはね減速ちょっとしてでもダブル行きたい、ダブル行きたいかなと。多分6近いんじゃねえかな、近そうだな。今枠見ないし見てたけど近いな。だからここは減速で、まあ、コインもないわけでもないから減速して6割ダブル。ここ確か FB だったもんな。FB だったから、まあ、6割したら多分前の人も木野さん引いてるよね。これね。前の人木野さん引いてたから、6割して、まあ、木野さんと、まあ、展開っていうものを、まあ、僕個人として結構その展開と木野さんを注意張りするときは、展開と木野さんを、まあもう、何もう、もう大事に大事に持ちながら、まあ、荒れ待ちをするっていうね。もう 1S 目からこんな話しちゃっていいか。まあまあもういいか。っていうのを意識してやってるんですよ。やってるんですねっていうのが、まあ1個ですね。で、まあまあ、コイン集めつつ、前ついていきますと。まあ、ここ後ろ投げても、そう、僕もこういう時はね、あんまり前干渉したくなくて荒れ待ちなんですよね。まあこれはまあまあいいわ。一人やって。そう。結局その投げすぎて、そう、自分の防御がなくなっちゃってもっていう話なんで、まあ、交換の直前にパパパって投げるのとかはまあ全然いいと思うけど、アイテム空になるのがね一番怖いんで。でこの FP はまあしゃあないかな、正直正直しゃあない。まあ初等化のラインっていうのもあって、でまあこの後はこれ赤見えてる時点で距離取りたいから結構気のいいパッて使っちゃっていいかもしれないですね、これね。どうせ多分ここで交換するだろうから。まあ、振っちゃうんだけど。振った時は、前、まあまあ、これもう、木野さんスターまで待ってる余裕ないからっていうのはあるんだけど、ここね、1個目のアイテム8位で割ってるんだよね。だから、ここは9まで待ちたい。これ止まって割るときは。まあ、この距離だったらどうなんだろうな。テーブルちょっと分かってないから、火山の。分かってないからあれだけど、ワンチャンテレサとか出るんじゃないかな、9割したら。だから、こう3打振って止まる、緊急停止するときは9。まあ、振ってないときもそう。緊急停止するときは9割を意識するっていう、どこですかね。まあ、気の4だから結果的に変わってはなさそうだけど、まあ、意識的な部分で。まあ、ここ8割はいいと。なんかここあれなんだね。ここちょっと手前で吐いて最後のショットが間に合うっていうのはあんまり知らなかったな。初知りだった。ギリギリじゃないと間に合わないと思ってたから。まあでもいい。結果的にはまあいいタイと。はい。なので、まあ初手のもう結構1、3から、注意割りするときはもう1、3から結構勝負始まってるから、1、3の6割と、まあまあ距離の、車間的な部分では大丈夫だったな。まあ、攻め方と、あと、何言ったっけ。あれか、被弾した後の対応。周りの対応っていうところですかね。1レース目は。はい。じゃあ次レースいきます。はい。2レース目は桃缶と。あ、桃缶もね、結構ショート抜けたら、抜けたとか抜けたいから、ショート抜けるか、あ、まあ、これは初手でしたね。まあ、初手でしても全然ね、悪くないから、気の読んで戻るのもありだし、はたまた運搬っていうのもね、ありだしね、全然。まあ、ここはとりあえずね、コインをうまいこと待つのはいいですね。待ってね、集めて。ダブルちゃんと取って、距離的にもいいな、これね。まあ、これをどうするんだろうな。2の2で吐くのか、3、1まで持ってくのか、回すのか。ってことは2の2で吐くのか。まあまあ、距離的にも全然いいか、相手もね。コイン10、おお。いい反射神経だ。あ、これいいね、これ。距離の詰まり方もだいぶ良くなってきてるので。まあどっちでもいいな、これ。回しても回さなくても。どっちでも強いと思う。ただ回すときはここは、ちゃんとね、そう、9割焼けして。したらまあ、ちゃんと気を覚めると思うんでと。ああ、まあこれはしゃあないな。
さあ前のミドさんが怖いよと、いい感じにやられてる。お、いいですね。なんかこのレース言うことないぞ。このレース言うことないんだが、3-2のダブルだけかな。結果的にも別に変わってないし、言うことなしです。はい、次。はい、ちょっとすいません、ちょっとさすがにコーチングしてる身としてね、うん、あの何もなく次っていうのはちょっとあれなんで、まあ一応まあもう本当に細かいところなんだけど、まあここ吐いた後にこう直行してるんだけど、ダブルにまあテレサいたんで、できればちょっとここのショートカー、このショートカーをちょっとできればちょっと膨らんでいって、ちゃんとダブルの周期を待っていけたらなっていう感じかな。そこぐらいかな。まああとはそうですね、言った通りここの9割もちゃんと意識してっていうところと、まあ、イカスミがねちょっと怖いっていうのあったか。まあここまあどっちでもいいな、早履きでも遅履きでも、まあ、結果的に取られちゃってるので、まあ、取られて、まあ、多分こっち狙ってたんだろうな、ダブルだけど、ここ、こいつがいたから真ん中割ってっていう、まあ一応右ダブルも左ダブルも両対応しとくっていうのが大事かな、ここは。まあ、大体あそこスター使ってるときは左ダブルは取りづらいから、ラインが悪くなっちゃうから右ダブルなんだけど、そう、まああともうミドさんもね、この手前で死んでくれてるし、最後もウイニング警戒してるし、キノコも使ってるし、めちゃくちゃいいと思います。はい、マリカス、マリカスどうなんですかね。僕はめっちゃ前なんですけど、前っぽいな、前行って死んだら下がるか。そんな感じに見えます。 あとちょっと1個、あの動画パッてちょっとあさって送ってくれたやつをパッてみんなの見あさって、あの何、おい全然やろじゃん、そうパッて見あさって、ちょっと見にくいなっていう、画質的に、画質とかフレームレート的に見にくいなってものがあったら、ちょっとあんまりそれはもう却下っていう可能性になるので、まあだいたい動画にするから、うん、だからまあ見るときはその画質的にマシなものを採用するかもっていう、そこだけちょっとご了承お願いいたします。はい、ってことで死んでしまった。オールジャイロいいっすよね、マジでね。うーん、オールジャイロ大好き。おお、回さない、怖いな、めっちゃこれね。でももう微妙だよね、これはどうなんだ、しゃあないのか、わかんないな、これはもう結構追いつけない距離だったな。まあ気の2で、これは裏が木の位置だと嬉しい、嬉しい木の位置だ。これはこれで6位か。まあここコインどうなんだろうな、行ってもいいのか、行ってもいいのか分かんないけど、行ってもいいのかどうなんだ。まあまあ結局一避難して下がってるから、まああとはもうね、このね、赤渓谷はアップデで自分のにしか来ない、ん、自分、赤渓谷は自分に来てる赤コーラーにしかつかないっていう仕様になってるから、まあ、そこだけちゃんと、うん、対処していただいてっていう。まあ9まで下がってるけど、これねもうここで吐きたいっすね、これね。まあ3段出てるテーブルではない、わかんない、ギリテーブルなのかな、なのかわかんないけど、ケアとしてここはね手前で吐きたいっすね。もうなんなここ、ここら辺で、これ今テレサー入っている人いるでしょ、この人と同じぐらいのところで吐きたい。まあ木野さんは交換の仕方はこれでいいかもしれないな。うん。はい。まあ、早履きと、でもここは交換していいんじゃないかな、木の1ぐらいは。木の1交換して、ここでスター履いてって感じでいいと思いますね。ここからも結構、一避難がもう命取りだから、こういうのとか結構もったいないんで。うん。そうそうそう。したら、まあ、ここら辺で多分今スター履けてるだろうから、前の方でね。で、この木の3で刺してっていう。まあ、結果的になんか結構死んでる人がいっぱいいるから6位取れたと。
そうそうそう。これ多分 FFA だよな。FFA、まあまあ2、3点ぐらいね、拾えたらでかいんで、FFA やっぱり。はい。そんな感じですかね。まあ、早履き。最下位にいるときは、まあ、早履き意識して、最下位でもじゃなくても、まあ、9位以降にいるときは、早履きを意識してって感じですかね。ウィス。はい。4レース目はドルミと。ドルミはやんのかな？ボルジャイロ。まあでももうレート1万あっても1万でももうオールジャイロ全然できるあれだからな、あんまり良くないか、1万でもっていう1万でもっていうね言い方するのあんまり良くないか。いやでもそれぐらい強いんですよオールジャイロ、マジで慣れちゃったら本当に強いから。多分そこだけマリガスとドルミだけ異様にマジで異常に取れると思うからね、点数拾えると思うからマジ結構、まあ、おすすめします。この2コース悩んでる方、伸び悩んでる方、点が取れないよって人はココモとかでも強いからね。うん、まあドルミはちょっと NI とかでジャイロできるわけじゃないからだけど、これはマップを見つつね9割して、結局ね、そうどこのコースにおいても6割9割はもう強いので、なんかすごい人いるね、6割9割はすごいすごい強いので、うん、ここも9割いいですよ。いや意識もうあのちゃんと、うん、あの6割9割が意識されててとても良いと思います。しかも距離感を見てね、ああこれ FFA じゃねえのか、味方か1位だからか、全然 FFA じゃなかったわ。あトゲホジはしょうがないな。あ1位変わってる、まあ、こっからどうするんだ、詰めて、わあ裏スター欲しかったですねこれね。うーんまあしょうがない、これはゴムだけちゃんと避けて、まあ最後1点でも拾えたらねえって感じ、これはねえって感じ。あジャイロ入れてたんだ、元から入れてんのかこの人。まあまあまあ、でちょっと序盤の展開だけ見ていきますか。ういってことでドルミその全ジャイロしてるから結構ね、ここのこの3枚とこのアウトの3枚結構ね取れなくてもいいから狙いに行っていいと思うんですよね。狙いに行っていいかもっていう、あのこの動画送ってくれた人全ジャイロだから結構この一歩引いて5位とか6位とかの位置につけてキノコ引いてこの1周目でジャイロするっていうのが強いんで、意外ともう初手からコイン狙っていいっていう話が、取れたらそれはもういいし前ついていけるし、取れなかったら取れなかったでちょっと減速してるからアウト回ってでもいってるから、引き目の順位からもう1周目ガッてぐらいで上がれるので、まあ、ドルミ特有のね、まあ、話になっちゃうんだけど、これはまあまあココモとかでもそうか、まあ、マリカスもそうだよな。うん、いやドルミはそうだな、初手に8枚あるからもうこの後の右ルート回して10枚か、これはねもうコインルート初手行っていいと思います。ジャイロできるなら強みをねドンって生かして、ジャイロやってる人はねおすすめです。これめっちゃ強いと思うんで、うん、ドルミでもできるならねめっちゃいいと思います。はい、で何かあったっけ、そう結局コイン、まあもし取れたら、まあ、強いよねって、今4枚だからね、取れたらもうここアウト寄らないでもいいよねっていう話あるからね、ここでバナさんの人に抜かされなくてっていう、もっとちゃんと強く前張りができてるから。あ、でも止まってるんだな。これあんまり、どうなんだろうな。持ってるアイテムを見て止まったのか、どうなのかっていう。いや、僕なら止まんないんだよな。でね、そう、こういうね、僕ならなっていう話をね、絶対コーチングでしない方がいいんだよな。あ、ちょっとでもここで、妨害に絡まれちゃったのが、まあ一番かわいそうか。うん。
でトゲ引いちゃったと。まあ、トゲ引くのはね、もう一味方だからしゃあないから、あれなんだけど。ここどうなんだろうな、俺止まってないんだけどな。結構、まあ、ジャイロできるならもう止まらなくていいかもっていう、マップ的にも。下が離れてたらね、止まってもいいと思うんだけど。言うて詰まってるから、ジャイロできるしっていう、もう何回も言ってんの、ジャイロ、ジャイロ、ジャイロ、もううるさくて、本当に。ジャイロできるなら、マジで、全然ついてっても強いと思いますよと。全然6位でも多分出そうな距離感だしな、これ。テレサとかなら、これ回してるけど、どうなんだろうな、この距離感。まあ、結果的に出てないけど、もしこのスターに引かれてなかったらどうしてるのかっていうね、分かれそうだよな、結構。回す人と持ってくよっていう人が。逆のハイパイだったらね、回してんだけどね、スターキノさんのハイパイだったら片方だけスターだけ回してジャイロするっていう、スター引かれてなかったらの世界戦が見たいよな、これは。ってぐらいかな。そうだからドルミア結構もうジャイロができる人はマジで強いので、じゃあやってみてください。初手の動きというか、コイン行ってっていうで、ちょっと引き目の位置から取れなくてもちょっと引き目の位置からいけるよっていうね、その1周目の立ち回り試してみてください。これね、あんま言っちゃうとね、勝てないからね、勝てなくなっちゃうからね僕も。まあここのキラーだけはまああと、まあ、警告見て来てるから、まあ、ここ結構イン通るからね、もうガチンで避けないといけないから、ここはそこだけ意識してって感じ。まあまあまあトゲホジでね、まあでも投げてるのか、投げてるけど、まあトゲ、まあ、途中までトゲホジして11位っていうね、まあ味方2位だし、ね、いいのではないでしょうか。はい、うい、まあちょっとジャイロのね話ばっかして申し訳ないんですけど、ちょっと全然もう最上位、そのルーム1とかだと、平均ティア S とかの部屋だともうやってるの普通だから、この部屋でも全然積極的にやってる人いるんだって、なんか見ると感動するような、マジで。いいっすね。前だな、完全に。いや、これもう、2位か1位出て、もう泳がしてほしいよねっていう。これも理想だよな、キノコでショート化して1位に出る。ちょっとイカスミが怖い。いや、ここ結構ね下りやすいから、しかも交換もできますよと。でサンダーが降って、サンダーが降った時はもうマップをね第一に見るっていう、2位の距離感とか回避の枚数だったりを第一に見るということで、マップとのね、これ2割してるのか、これ。なんか2割してそうだよな。マップを第一に見るっていうのはね、大事です。本当に。ここ鳴らして割り切っちゃうと。まあまあいい感じにショットカも出てくれてるので。どう？うわぁ、1位下ってる。ああ、これコイン弱いな。これ2割してんだな、ね、3、1。まあまあ、トゲが来て譲る。トゲ引かれたくない。まあ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 、まあ、いいですよルート。まあこれでラスト6割7割ぐらいしてキノコ引いて上がりたい。ああ今見えてたけど、緑がギリギリで反応してドリフト解除したけど、まあ当たっちゃったと。ねこのサンダーフットでグライダー行った後ですよね、これね。まあ、2位だから回してこれ鳴らしちゃったけど、どうだろう、ちょっと距離取ってほじってたらもしかしたら譲ってくれたかもねっていう、まあ、様子見でいいと思う。ここはすぐ鳴らさなくても結果なんか、まあ前がグダってたっていう話はあるけど、意外とここは今のクラは様子見でいいかなっていう感じ。あ、でもどうなんだろうな、持ってても13一緒だから、前に一緒だから鳴らしてんのかな。まあ結果論、まあクラ持ってたら強かったよねって話で、もう本当に結果論にはなってしまうのですが、ここ
まあ、この時点でまあショート化する人見えてないから、ショート化してくる人たちが見えてないから、持ってよかったなっていう感じではある。まあ、今のキャサリンの人がどういう動きをしてくるのかっていうのをちょっと様子を見たかったっていう感じであるかな。でもあとはまあこのマップ見てトゲ譲ってるけど、この赤を持ってる時は譲りたいんだったら赤は捨てた方がいい。まあ、結構混戦だったからこの時はもうパッて譲れたけど、その1位と2位のその1対1の時のトゲ譲りとかは、譲るんだったらこういうケツにつけてる赤は捨てた方がいい。なんでかって赤持ってるから結局そんなに譲って、もし2位の人が回避してもその何その後いろいろあるからっていう、すんなり譲らせたいんだったらこの赤を捨てた方がいいっていう、まあちょっと防御なくなっちゃうけど、まあ、裏がコインなのが結構ね悪いけど、すんなり譲らせたいんだったら向こうのね気持ちも考えてうん、気持ちも考えて、まあ赤捨てた方がいいかなっていう。まあでもどうなんだろう、ここですんなり譲れてるから無理してこの右に行く必要はなかったかもね。上行ってダブル交換でも意外と良かったかもしれない。そう、分岐があるときはねもっとすんなり譲れると思うから、まあ、分岐アウト行って、まあ、捨てたくないんだったら、そうだね、ここちょうど分岐あったから捨てたくないんだったらこの減速しながらアウト行って交換してダブル交換してっていう感じでいいかもな。うん、まあ結果こっちの分岐の選択はね全然いいと思います。僕は意外と遅くないんだね。まあ最後こっちじゃなくて最後木の実でもよかったかもしれないな。最後木の実の方が意外と安牌だったかも。こう一避難した時に復帰できなくなっちゃうので、最後の最後まで木の実はね取っておきたい。この木の実は強かったから。まあ結構ここだけじゃなくても他のコースでもそうか。まあ本当にもう真後ろにミドさんがいてもう逃げたいって時はまあ使っていいと思うけど、そうじゃないから、まあ、最後まで取っておいてもいいかなっていう感じですかね。はい、ちょっと何回も巻き戻しても申し訳ない。まあ、トゲ譲りの話と最後のショートカーの、はや、ラストですって。序盤で、ん、違う、前半のラストレイですよ。まあそうだな、コーチングのその幅としてどうだろう。あ、マジで全茶色なんだ。そのコーチングの幅としてできれば、まあ、ゴールドくらいから、まあ、ルビー1ぐらいまでの間を見ていきたいと思ってるので、まあちょっとブロンズぐらいの方は申し訳ないかなって感じかな。まあ、まあたまには見てもいいか。あんまり毎回は見れないかもって感じかな。ブロンズだったりっていう方は、まあ基本的にゴールドプラチナサファイアぐらいを見たいかもっていう個人的に思っております。はい、で結構いい位置つけてますね。といい位置なのか分かんないな。シドニーは前がいいか。6は微妙か。意外と都市コースはまあ基本的に微妙かもな。やっぱり微妙なのかもしれない。これはもう下がりか。どうなんだ、またいけるか。おお、そう、ここここね。そう、これ火山で言ったやつと同じ、うん、結果的にあれだったね。赤さんだったね。赤さんだったんでね。うん、まあどう、これ出んのか。どうなんだ、そこんとこ出ない。まあうん、あ、こっちは出んな。まあこれを最後使って前のアイテムを見つつ見ていきたい。まあこの赤に絡まれなければいいでしょ。交換して、意外と強そう。 OK、 FB ちゃんと避けて、判断よくて、お、これ強い、まあ、耐えれる。
いい体だ、6。はい。すいません、ちょっと、話が下手くそすぎて。はい、じゃあ、振り返りいきまーす。まあ、ここの、ね、バナさん出た時の、が出てきた時の対応と、まあ、意外と、まあ、即使いどうなんだろうな。ちょっとラグもあるけど、意外とブレーキ踏んでも間に合ったかもしれないっていう。はい。ここかなと、まあ、あと注意ついてくっていうので、結構意外と立ち回りが僕と似てるので、結構話しやすいかもしれないな。あ、ここは意外とダブル交換してもよかったかもな。うん、防御でなくて死んじゃってたる。てるからちょっと減速してこちゃんとねここ止まれたから、この木の位置使わないで止まれたから、まあダブル狙って防御というか、まあ、展開を狙って注意針体制っていうのをねつけていきたかったかなっていう、まあ、あとここ止まるときに、まあ、振ってさっきと火山の3位と同じと8割というか9割までちゃんと待って割るっていう、あとは、まあ、どうなんだろう。ここは結構、意外と出なかったのは、かわいそうだなっていう。うん。まあ、あとダブルはね、まあ、これはもう前にいるから、捨てちゃって OK で。まあ、ここもね、まあ、できれば下から行きたかったかな。これちゃんとアイテム確実に取りたいので、これは上行く必要はなかったかも。下行ってちゃんと確実にアイテム1個取りたかった。まあ、取れてるから結果的にはね、いいんですけど。リスクを排除するっていう意味では、下なのではないかと。結局安定できるタクを取りたいから、できれば。まあ、たまには攻めることも大事だけども、はい、なので、まあ、安定宅っつったら、まあここでちゃんと攻めないで、まあ、止まってダブル取るっていうことと、まあ、振った時のその9割とないかな。まあ初手物の被弾は正直、まあここでこの後うんぬんかんぬん言ったけど、意外としょうがなかったりするから、展開ポンって出るのは、うん、はい、まあ、なんで、まあ、この後の、ごめん何回も言うけど、この後の6位割の時の一瞬停止して周期見て割るってことと、まあそうだ、桃缶とかでも言えてた、その周期をちゃんと待って確実に割るっていうのと、まあ9割止まってる時の9割意識。結構そう、僕、まあ、この動画では喋ってなかったけど、車間とかね、注意いる時の車間とか結構意識してるんで、展開持ってる人が見えてなくても、まあ裏警戒とかいう意味もあるけどね、かなり車間を意識してるので、結構そこのとこをね気をつけたら拾える点も拾いきれると思います。ということで前半終了、後半もよかったら見てください。お疲れ様でした。